どうもドライヤー山本です。今日はね、等々力陸上競技場にね、川崎フロンターレの試合をね、見に来ました。はい、等々力ね、うん、僕ね、なんかの動画でも話したことあると思うんですけど、高校1、2年生くらいの時に、高校3年生もそうだな、高校の3年間よくね、フロンターレの試合見に来てたんですよ。川崎フロンターレの講演会に入ってね、よく行ってました。なんですけどね、大学入っていろいろ忙しくなって、地方に行ったりとかもして、全然行けてなかったので、ね。うん。で、コロナになってさ、全然行けなくて、うん。コロナ明けもね、ちょっと座席の数をね、間引いたりとかしてあったんだけど、全然行けなかったので、ね、チケット取れなくて。うん、それでね、やっとね、今回行けるということでね、マジで、本当に、11、2年ぶりぐらいに、来ました。はい。等々力競技場。ということでね。本当に久しぶりなんですけど、懐かしさをね、噛み締めながらね、J リーグの試合ね、フロンターレの試合、フロンターレ対ヴィッセル神戸、楽しんでこようかなと思います。小林優とかまだいるのすごいよね。うん。健吾とか、大久保嘉人とか、もういなくなっちゃったけど。はい。ちょうどね、フロンターレが優勝しまくってる時期の直前まで見てたのよ。僕が行かなくなってからね、優勝し始めたからね。当時ね、もう稀勢の里とフロンターレどっちが先に優勝するかみたいなね、そんなことも考えてたんだけど、はい、というわけでね、今から行こうと思います。はい、バイバイ。はい、ご覧の通り、0対1でね、フロンターレがヴィッセル神戸に負けたんでね、帰ります。はい。やっぱりね、大迫選手がね、すごかったです、ヴィッセル神戸。うん、まず何と言ってもね、セカンドボールにすぐ反応するしね、ルーズボールもすぐ反応するしね、もう嗅覚が違うね、ボールに対する。で、直接フリーキックもすごかったしね。
まぶしてることは、大迫と武藤の2トップ、あの2枚いたらちょっと本当に恐ろしいなっていうふうに思いました。はい、まあ、後半のね、まあ、残り数分のところでのね、あのプレーもね、フロンターレ入ったと思ったんだけどね、まあ、ちょっと僕の角度からだと、僕の見てた角度からだったらちょっと入ったかなと思ったんだけど、入ってなくてね、まあ、残念だったんですけど、まあね、10年ぶりぐらいにね、轟に来てね、フロンターレの試合見てね、楽しかったです。小林優は出てこなかったけど、上り里とか、ね、まだね、頑張ってたし、うん、久しぶりにね、懐かしい気持ちになりました。はい、というわけで、またね、定期的にね、轟とかね、そうじゃなくてもね、まあ、Gリーグとかいろいろサッカーね、見に行きたいなというふうに思います。では、さよなら、バイバイ。はい。